皆さんこんにちは、法徳学院学習ブログのどしです。今日は大きく変わる飛龍高校というタイトルで先日参加してきました、飛龍高校の説明会、そこで聞いたお話をします。飛龍高校は生徒が分かる、これが楽しい、こう感じられるように令和6年度から大きくいろんなことを変えていくんですね。変える内容は4つです。1つ目は45分授業の実施。普通授業っていうと50分なんですけれど、これを45分授業、このようにします。生徒が授業に集中できるようにと、授業時間が45分になるということです。授業はここでは1次元50分なんですけれど、5分短くなりますよね。この5分の時間どこへ持っていくかというと、こちらです。まず終わる時間、生徒の修練は14時40分になって、実はこっちで5分ずつやらなかった授業の時間を、ね、学び直しや進学補習の時間など、こういう時間に有効に当てるということになるそうです。2つ目、これは定期テストの廃止です。定期テストを廃止するっていうと、ほとんどの方驚きますよね。いや、テストがなかったら子供たち勉強しないよ、頭バカになっちゃうよと、ね、ダメになっちゃうよなんてことを言う人いるんですけど、実は違うんです。今この飛龍高校の副校長先生、以前は公立中学校の校長先生をやっていました。その時その中学校でやはり定期テストを廃止したそうです。で、子供たちはどうなったかというと、そのことによって実はね、子供たちの学力が上がったと、そういう実績を持っているんですね。それと同じことを高校でもやろうということだそうです、ね、学期ごとに行われている定期テストを廃止する。じゃあ成績どうやってつけるのって言ったら、単元テストとか外部模試、これで基礎学力を定着、それを定着させて学力を上げて、それをもとに成績をつけると、このようになるそうです。3つ目は朝学習です。この朝学習は似たようなことをね、いろんな高校でやっているところあると思います。朝のホームルームでタブレットを用いて朝学習を行うと、飛龍高校ではタブレットを用いてやるんですね。で、高校の基礎学力、これを定着するために、この学習、一人一人の学習状況に応じて中学校、小学校まで遡って学習をしていくと、こうおっしゃっていました。そして変化のメインはここだと思うんですけれど、これ通信制課程の設置、これは大きいと思います。背景はやっぱ不登校生徒の増加、全国的に見ても県内でもやっぱ不登校の生徒の数増えているんですね。各学校やっぱりスクールカウンセラーとか教育相談の担当を置いているんですけれど、やっぱり不登校になってしまって、学校に来ようと思っても登校できない、学校に在籍はしてるんだけど欠席日数だけが増えていって中退になってしまうとか、通信制高校に入り直すと、そういう生徒が増えているそうです。それを踏まえて飛龍高校では、まずメインの考えとしては、飛龍高校の全日制から通信制へ転籍すると、これが、メインだそうです。考え方、継続性のある学習指導ができる。これはなぜかというと、今まで飛龍高校全日制学校に通ってきて勉強してるんですよね。ですから通信制に移っても、その生徒がどのくらいの学力で何をどこまで勉強しているか分かっている、ね、だから通信制に移っても継続性を持った学習の指導ができると、こういうことです。また学校への登校が可能になった場合は、本人の希望を踏まえて、希望を聞いて、以前在籍していた全日制課程、これへの転籍もできると、このような仕組みにしたいそうです。
じゃあ飛龍高校に入らなきゃ飛龍高校の通信課程入れないかっていうと、そんなことはないですよね。募集定員120人になっていましたから、前日制から120人が通信制に移るってことは考えられないですよね。ですから他の高校からの転入とか、高校中退者の編入、これも受け付けるそうです。それから飛龍高校の前日制から通信制に移った場合のメリットとしては、これ学校を移るとまた入学金とか手数料とかいろんなものお金かかりますよね。そういうのがかからなくて経済的に負担も少ない、そういう部分もあります。ただしこれ中学校から飛龍高校への、この通信制の入学って、これは受付しばらくはしないようです。まあこれからどうなるかわからないんですけれど、今のところは中学校を卒業して飛龍高校の通信制に入ると、そういうことはできないみたいです。今回は大きく変わる飛龍高校というタイトルでお話をしました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。